最後にお会いしてからしばらく経つわね。おそらくあなたは全てを覚えてはいないでしょう。将軍の平和を守る侍無限様とその仲間たちの物語を。でも安心して、知っておくべきことは全てお話しして、あとは影に任せましょう。まずは仲間の紹介から始めましょう。私はアイコ、桜流の腕利きのくの一、熟練の忍びであり変装の達人よ。かつて無限様が私に助けを求めて接触してきたの、喜んで力を貸すことにしたわ。将軍上様の存在を脅かす陰謀があり、その指導者は影様と呼ばれていた。まもなくして私たちの仲間は私を含めて5人の一団になったわ。強靭な侍であり私たちの指導者でもある無限様、戦場における武田傑作、疑いの余地もない忠誠心を持つ彼は上様の信頼だけでなく私の心も掴んでいた。隼人さん、誇り高い腕の立つ伊賀の忍びよ。大阪の陣では無限様と助け合い、その後も信頼のおける友人となっていたわ。盗人のユキちゃんは彼女の年にしてはとても賢くて有能よ。隼人さんが中山道での任務中に偶然見つけた彼女はその奔放な才能を発揮してすぐに私たちの仲間となったわ。拓馬様、射撃の名手、老いてもなおその腕は確かよ。同じく大阪の熟練者で、死んだと思われていたけど影様の一味に捕らえられていたところを無限様と私が助け出したの。そして忘れちゃならないのが拓馬様が可愛がっているお利口さんの熊ね。私たちは影様の一団を倒すために共に戦った。密かに武器を作り、その君主の手助けをしていた藪大名の陰謀を暴いたわ。私たちは国中を恐怖と破壊の渦に巻き込んだ乙事大将との戦いに挑んだ。そして彼を裁きにかけた。一歩一歩影様を追い詰め、その土台を奪っていったわ。ついに影様の秘密のアジトを突き止めた私たちは旅の準備をし、名古屋の隠れ家に集まった。しかし最後の任務のために出発する準備をしていたその時、新たな脅威が我々を襲った。とても狡猾な敵、それは私自身の過去の影。これは知る者がほとんどいない物語。私が秘密にしてきたこと、伝説の将軍の刀たちの知られざる一生を。皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら、シャドウタクティックスブレイズオブザ将軍。リアルタイム戦術ゲーム。頭を使い、侵入暗殺妨害スパイなどを行い、目的を果たしていくゲーム。Steam レビューでは圧倒的に好評。さらには2022年2月18日までは 90% オフということで、448円で購入できちゃいます。割と有名な作品なので皆さんやってらっしゃると思いますが、やってない人は急いで買った方がいい。マジで絶対やった方がいいというレベルの面白さ。そしてこの価格。買い一択。そして2021年にアイコズチョイスという、スタンドアローン型拡張作品が販売されました。こちらも2022年2月20日までセールしており1938円で購入できちゃいます。本編をやったらこちらも遊ぶことを強くお勧めします。それでは簡単に人物紹介とあらすじを紹介していきましょうか。このゲームは5人と1匹の物語。その一人目が伊賀の忍法使い隼人さんです。それぞれ特徴があり、技ややれることが違います。それらをよく考え使い敵を倒したり見つからずに侵入するのがこのゲーム。このゲームメタルギアソリッドみたいに敵の視認範囲というものがあります。敵の視認範囲に入ってすぐに発見されるわけではなく、まずは敵の視認色が黄色になり、このままだと見つかっちゃいますよと警告してくれます。そのまま視認範囲にいて敵の視認色が赤色になったら見つかった状態。敵の増援を呼ばれてしまいます。基本見つかったら最後、ほぼ死ぬと思っていいです。それぐらい敵が強い。ですので見つからず侵入暗殺をしていくことになります。敵の視認範囲には2パターンあって、何をしても発見されてしまう緑色の視認範囲と、しゃがんでいれば見つからないしましまの範囲があります。しゃがんだ状態で移動すれば見つからないのですが、その時移動速度が走るより当然遅くなります。ローリングやスライディングなどの移動方法はなく、この2パターンの視野範囲があるというのが、個人的にこのゲームをぐっと面白くしてると思っています。
草むらは完全に体を隠すことができ、基本見つかることはありません。ここでハヤトさんの能力その1、石投げ。適当な石を投げ、敵にぶつけるかもしくはその物音で敵の注意を引くというもの。今敵が2人いてこのままだと見つからずに先へ進むことができません。青い範囲が音が聞こえる範囲。その範囲に敵2人を入れ石を投げます。その隙に先へ行くといった感じ。スタコラさっさよ。だいたい5秒ぐらいでしょうか、敵の注意を引くことができます。この方法が通用するのは一般兵のみ。今後石を投げただけでは注意を引けない敵も出てきます。ハヤトさんの能力その2手裏剣。遠くから敵を倒すことができます。ただし、使用した後手裏剣を回収しないと再度使えません。1個しか持てないみたいです。もちろん対象者の間に障害物があれば手裏剣は届きません。その際は赤く線が表示されます。瞬時に敵を倒すことができますが、ここで注意。敵の弾末魔が出てしまうこと。その声で敵に気づかれてしまうことがあるので、ある程度敵が孤立していないと使えない。忍び寄って近接で暗殺する方が静かに倒せますので、背後に忍び寄れるのであればその方が良いです。敵の死体もそのままにしていると見つかってしまい、警戒状態になってしまいます。なので死体はできるだけ隠すようにすると良いでしょう。さあ、ここで二人目の主人公無限様。お侍さんで上様というお偉い人の配下で、ここ大阪城に攻め、天下統一を果たそうとしているところ。そして隼人さんはその上様が大阪城の門を破壊してほしいと雇った伊賀の忍者。なので、この二人は同じ目的といったところ。無限様の能力その1うまい酒。敵の視野範囲に酒を置くことにより、その場所までおびき寄せることができる能力。投擲範囲はそこまで大きくないので、あまり遠くに投げることはできない。これも石投げ同様効く敵と効かない敵がいる。無限様の特徴として、死体を持った時に移動速度が下がらないこと、さらには同時二人まで死体を持つことができ、素早く死体を隠すことができます。能力その2立ち風、最大3人まで同時に倒すことができる範囲技。複数人が集まっている状態であれば無限様の出番、立ち風でまとめてやっちゃいましょう。一面でいろいろ説明があるのでここで操作に慣れて次から本番って感じです。大阪城の戦が終わり、日本は新しい将軍のもとに統治された。翌年、将軍の新しい法が制定され、国家は安定した。何年にも及ぶ争いの傷も癒え、文化や経済は栄えることとなった。しかし、束の間の平和もそう長くは続かず、将軍を倒すという陰謀の噂が広がった。この首謀者を特定できる者はいない。しかし、名前のみが一人歩きしていた。その名も、影様。一面のチュートリアルでは大阪城の戦いでそこで天下統一を果たしました。平和になったのもつかの間、影様と言われる上様に敵対する者が現れた。その影様は誰なのか、影様を倒すっていうのがこれからの任務になるわけなんですが、ただ単に影様を倒すだけではいかなくなってしまう、いろいろなことが起きてしまいます。このゲームは、完成されたゲームデザイン、完成されたストーリーとまさに完成された隙のないゲームとなっております。一緒に戦っても全くかなわぬ。先生は我らを奴らが探していたのはお前か。それでは3人目の紹介、ゆきちゃんです。またもや依頼を受けたハヤトさん、任務の最中に出会います。ゆきちゃんの能力その1、罠。固定型の罠を設置し、通った人を倒すことができる。手裏剣と一緒で、使った後は回収しないと再度使えないので注意。そして、能力その2、笛。大きな笛の音を鳴らして、おびき寄せることができる。能力1の罠と相性バッチリで、このゲームを攻略するにあたってユキちゃんにはかなりお世話になると思います。範囲が結構大きいので、気をつけないと大人数おびき寄せることになってしまう。罠で倒せるのは1人だけなので、大人数来てしまったら死体を見られて警戒状態になってしまう。警戒状態は応援が来るので人数が増える。
これが結構厄介。このようにおびき寄せて罠で倒す。今後罠で倒せない敵も出てくる。ユキちゃん子供なので、死体を隠そうとするとかなり移動速度が低下する。なので罠の近くにはユキちゃん以外の死体を運ぶ係を置いておくといいだろう。4人目はアイクさん。くの1。アイクさんの能力その1。くしゃみ粉。敵にこの粉をぶつけることにより敵の視界を一定時間奪うもの。完全に奪うわけではなく視野範囲が半分以下になる感じです。この見合ってる敵をどうやって倒すかを、アイクさんの能力とこのゲームの肝となるシステムを使い倒していきます。まずはくしゃみ粉の効果はこんな感じ。3秒間視野範囲が半分以下になり、その後2秒くらいかけて徐々に視野範囲が元に戻る感じ。それではシャドウモードを使ってこの2人を倒していきましょう。シャドウモードとは、その行為を保有しておいてボタン1つで一斉に行うといった感じのシステム。まずは、先ほどのようにくしゃみ粉を敵に投げる行為を保有にします。そうしたら、仲間の無限様に行動を移し、敵の背後までゆっくりと近づきます。ここで、先ほど保有していたアイクさんのシャドウモードを Y ボタンを押して実行に移させます。そうしたら背後から敵を倒し担いで移動する。こうすれば殺害現場を見られずに一人倒すことができました。このシャドウモードは一人一実行分保有にでき、5人ともシャドウモードに設定すれば一斉に行動を起こすことができます。死人に口なし、5人いて5人とも同時に倒せば捨てるスキル。この同時進行モード、シャドウモードがかなり必須になってきます。今は仲間2人ですが、後半になると5人で行動することになります。そうなるともうややこしや。いろいろな能力をシャドウモードで同時進行し暗殺めちゃくちゃ面白いです。本当にこのゲームはやるべき。全人類やるべき。アイクさんの能力その2。変装。このようにマップのどこかに変装できる衣装が置いてあります。これをアイクさんで取ることにより変装できるようになります。変装している間は無防備になるので、誰にも見られないよう変装しましょう。この隅っこの方で変装します。少し変装に時間がかかります。これにより、バレずに移動することができます。変装を見破ってくる敵が今後出てくるのでそれは注意。変装すると、敵に話しかけて注意を引くことができます。これは結構長いこと注意を引いてくれて、さらには複数人でまとまっている敵もまとめて注意を引いてくれます。アイクさんが変装したら勝ち確みたいなもん。それぐらい変装スキルは強力です。そしたら最後5人目はタクマ殿。ヒゲ生やしたおじいちゃんで、銃の名手。タクマ殿の能力その1。狙撃。弾丸さえあればタクマ無双できるぐらい強いですが、やはり弾丸には数に限りがありのでここぞという時に使う方が良いですな。当然ではありますが発砲時にかなりの音がしますので、周りに敵がいない状況ではないとタクマ無双とはいきません。タクマ殿は足が悪く、杖をついて歩いています。そのため走ると音がするのでハヤトさんやユキちゃんのように忍び足にはならないので注意。タクマ殿は泳いだり壁を登ったりすることができなく、さらには死体も運べません。遠距離からバンバン敵を倒していくのが役目であります。スコープ付きの銃を持っているのでその範囲はかなり大きいです。ですが障害物があれば当然倒せませんので、高台などに登って上から狙撃したいものですな。弾丸もマップのどこかに補充場所があります。そこまでタクマ殿で行けば補充されます。曖昧ですが全弾補充はされないと思います。多分。タクマ殿の能力その2、クマ。クマを移動させたり吠えさせたりして敵の注意を引くことができます。
名前は熊ですが、タヌキです。これも通用する敵とそうでない敵がいますが、かなりの時間的の注意を引いてくれるので強力な能力です。この5人と熊タヌキと一緒に、影様を撃つ。これが任務になります。影様の場所を特定し、これから最後の決戦ということで隠れ家で話し合いしているのですが。これが終わったら、しばらく…もちろんだ。アイコズチョイスでは、この後影様の居場所までの道のりと、それまでの間に何があったかをプレイできます。アイコさんの過去といいますか、生い立ちなんかも出てきます。本編を遊んでみて面白いと思った人ぜひこちら遊んでみてくだされ。というか、多分本編やったら何も言わずとも即買いすると思いますけど。その信頼する刀に、影様に終止符が打てるように。乾杯じゃ。乾杯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 。みんなと一緒に食事ができない。これはアイコズチョイスでのお話。影様討伐前の夜、みんなで食事をした最後の夜でした。それは我ら一団の終わりを意味するものではないでしょう。私たちが家族のように一緒に暮らしている姿を想像できますか？確かに変わり者ぞろいの家族になってしまいますな。私たち二人だけならどうかしら。子供がいたりして。そなたはそれで幸せになれると思うのですか、愛子殿？そう思いますわ。無限様はどうなのですか？それ以上の幸せなどこの世にはありません。いいわ、最後の仕事をやり遂げましょう。明日影様に終止符を打ちます。その後には今後のことを話し合いましょう。そうしましょう。では明日。また明日。このシーンは見せたかった。本編をやってる人には伝わるだろうこの思い。ということで、今回は長くなりましたがこの辺で終わりたいと思います。いつもセールしてる気がしますこのゲーム。いいか？ウィッシュリストに入れて安くなってる時に買うんじゃぞ。それではまた。